ではこんばんは、向こうが、京都大学防災研究所の向こうがと申します、今日はですねストームトラックの科学ということで、お話ししたいと思います。で、内容はですね、このような通りなんですが、ストームトラックと言いますと、一言で言いますと、要するに高気圧、天気図で、出てきます高気圧低気圧っていうのがよく通る場所とよく通過する場所というそういう領域を指しているわけですが、そういうことがですね、最終的に今日の目標は、どうしてそういうストームトラックの通りやすい、要するに高気圧低気圧が通りやすい場所というのが、形成されるのかということを数値実験の結果によってちょっと示した結果をお示しするというのが、最終的なところなんですが、そこまで行くまでにですね前段階としてですね、まずそのストームトラックを構成している個々の高気圧低気圧、移動性の高気圧低気圧、要するに西から東にこう行って高気圧来たら天気が良くなって低気圧来たら天気が悪くなるというようなもんなんですが、あるいは、もうちょっと専門用語的に言いますと相関規模上覧と言われているものです。これは要するに相関というのは天気図に出てくるって見えるようなそういう規模の大きさの波動である。だいたい波長が 3,000 キロとか 4,000 キロとかそれぐらいの東西スケールを持ったような波でありますが、そういったものによってストームトラックというのが構成されているわけですが、では一体全体ですね、なんでそんな移動性高気圧低気圧というのが、現れるのかというそういう成因、それから、その前にですねどういう振る舞いしているか、どういう構造しているかとか、いうことについて、若干勉強してみたいと思います。で、それから、それがこう集団としてまとまった、自己組織化といいますか集団としてまとまるストームトラックというのがありますが、それが、地球全体でどういうふうに、主に北半球ですが分布しているか、それから最近こういうストームトラックというのが私注目している理由の一つとして、要するにそういう気候への影響というのがありますが、どういう気候にこの低気圧高気圧スケールの波がこういう地球全体の気候に影響を与えるのかということについて少しお話しした後に、そういう、モデルでやりました数値実験の結果についてお話したいというふうに思います。で、まずですね、論理の立証法ということで、まず天気図でどういうふうに高気圧低気圧が見えてるかということをこういう図を持ってきました。でこれは気象庁のホームページから誰でも見れる、過去の天気図というのがもう見れるようになっておりますが、そこから取ってきました、これは去年の春先ですねの、日本付近、こう日本がありますが、そこに、低気圧がこう発達しながら、これが6日3月6日7日8日というふうに、いわゆる南岸を低気圧が通過していって、要するに発達するような状況が書かれております。要するにこうなりますと、要するに低気圧が来るときには非常に南風がこう吹き込みますんで非常に暖かくなる、今年の連休の初めの前半のような天気ですね。それからそれであの時は低気圧がもうちょっと北の方を通りましたが、その後寒気がこう入ってきまして、日曜日とかこうかなり寒くなったというような状態、それからさらにこう発達していくというこういう、高気圧低気圧低気圧、これは低気圧ですが、こういうふうな西から東に動いていると。で大体1日にどれぐらい動いてるかと言いますと、大体この経度線が大体中度期に書かれておりますので、130度140度150度で1日で大体、10度ぐらいいくということは、10度ですと大体1000キロぐらいですね。で、1日言ったら、大体1万秒ぐらいですからそれ割りますと大体メーターパーセックになりますと10メーターパーセックという、毎秒10メーターぐらいのスピードで西から東にこう動いていくと、あるいは時速になりますと大体40キロぐらいのスピードで、動いていくということになります。で、これ書かれているのは何が書かれているかといいますと、これ海面気圧と呼ばれているものです。で要するに例えば京都の上だったら京都の上に、空気が宇宙までですね、どのくらいの量ありますかということが書かれているわけです。で、大体ここに出ているのは1032ミリバーヘクトパスカルとか970ヘクトパスカルと大体1000ぐらいのオーダーの値であります。でヘクトというのはこれ100倍ですから、これがパスカルというのはニュートン、パースクエアメーターですから、10の5乗ニュートンパースクエアメーターということで、それを、要するに重力が、重さかける重力がその、力になってるわけですね。それから計算しますと、大体これを表してるのは、要するに1平方メーターあたり10トンの空気が上にありますと。それが微妙にこう多いとこ少ないとこがあって、高気圧低気圧になってますよということであります。で、よく新聞なんかに出てくるのはこういう日本付近の低気圧高気圧なんですが、これは地球全体で見るとどないなってるかということを少し図にしてみました。で、見てみましょう。これを一遍終わりまして、C のこれかな。で、これはですね、ちょっと途中から始まって恐縮でくるんですが、1998年から98年の11月から99年の3月ぐらいですね、の間の毎日の天気図を、書いただけです。海面気圧書いてありますんで、で、どこが日本ですかって言いますと、この辺日本です。で、ここがアメリカで、ここはヨーロッパで、ここがユーラシア大陸であるということです。で、大雑把に見ていきますと、この青いハッチが塗ってあるところ、ここが高気圧があるところですね。気圧が高いところ。それから、赤いところが気圧が低いところですが、さっき言いましたように大雑把に言いますと、大体西から東にこう順調に行っておりますが、今日のレジュメに書きましたように、ぐるぐる地球をこう回ってるわけではありません。例えばここ今低気圧がこう発達していきますが、こう消えていったりですね、あるいは今消えてしまいましたが、あ、これ11月に戻りました。で、この辺の低気圧追跡していきますと、この辺でとどまってしまいまして、こう消えてしまいます。要するにこの辺、ここアリューシャン列島が あります。こう低気圧の墓場とか言われてますが、要するに低気圧は日本付近で発達してですね、ここら辺で要するにアメリカ大陸に行く手前ぐらいで、ほとんど消滅しています。で、それからもう一個、低気圧高気圧が発達しやすいのはこのアメリカの東岸です。ここら辺の見てみますと、こういう低気圧がどんどん発達していって、そして、こう発達してますね。で、この辺でやっぱり、とどまってしまいます。この辺にアイスランドがありますので、こういう低気圧、要するに最終的にここら辺でとどまってしまう、低気圧気味になってしまう、こういうのはアイスランド低気圧というふうに呼んでいます。で、それに対してこれ冬ですんで、中学か高校の理科の定期図で出てきましたように、こう西高東低の、気圧配置というのは、要するにこの辺にシベリア高気圧が、いつも見えているということですね。まあ、大陸のこのアメリカの東岸、西岸ですね、この辺にも高気圧がよく見える。こういう構造をしていると。要するにぐるぐる回ってるんじゃなくて、低気圧、移動性の低気圧、高気圧が起こりやすい場所というのは、太平洋、北太平洋と、北大西洋のこの辺にある。いうことが分かります。大陸上はあまりそういう高気圧低気圧はやってきません。また違う動きをしているというようなことであります。ということで、これ地球全体で見ますと、こういうふうな動きをしていますねということです。でですね、これ地球全体で見てみましたが、実はあまり地表面気圧というのを見てるのは良くないというのはどうしてかと言いますと、これはあまり社会全体であまり言わないですが、要するに海面気圧というのは何かというと、例えば海の上ですといいんですが、こういう普通陸の上でも気圧、先ほどありましたように測っております。で、普通はですね、こういう陸の上に気象台がありますと、そこから、これ静水圧の関係という、要するに気圧と高度の関係という密度をこう足していったんですが、ここから逆にこう積み上げていって、ここの海面0メーターの、海抜0メーターの気圧を、ここの現地気圧から求めている、いわゆる海面構成と。いうことをやってるわけです。ですから、シベリアとかですね、そういう高いヒマラヤとか、あるところの気圧、地表面気圧をこう見てもですね、実はあまりと言いますか、そんなに信用するほど、信用するのはちょっと危険であるということで、こう地球全体の流れを見るときには、あまり山の影響のない、かなり高い高度の天気図を見ることになります。で、例えば、よく出てくるのが500ミリバールのヘクトパスカルの等圧面高度、要するに、地表面が大体1000ミリバールでしたから、大体対流圏の真ん中ぐらいですね、500ですから、ぐらいの、気圧、等圧面がどういうふうに分布しているかということでを天気図にして、地球全体の流れを見ましょうということになります。で、これはですね、海面気圧と大体パラレルな関係にありますが、要するに普通の海面の天気図というのは、要するに海抜0メーターの気圧の分布が書いてあります。に対してですね、こういう構想天気図といういわゆる呼ばれておりますものは、そうじゃなくて、例えばこういう等圧面がですね、700ヘクトパスカル、この等圧面の高さが地上から何メートルありますかということを地図にしていると、プロットしているということになります。で、例えばこう低気圧がありますと、地上では要するに等圧面が1000ミリバール、こう例えばこう地面の中に入っているという意味ですね。ですから1000ミリバール低くなっていますが、同じように、高いところの、例えば700ヘクトパスカルで言いますと、そこの高度が低いということは、ここ例えばある高度3キロというところで天気図を書いてみますと、そこのここで例えばここの気圧はですね、上に行こうと気圧というのが下がっていきます。要するに上にある、そこよりも上にある空気の量ですから、上に行こうと気圧が下がっていきますが、要するにある高さで言いますと、そこにあるこことここの気圧はですね、700ミリバールより低いんで、要するにここが低気圧である。同じようにここのある高度で見ますと、ここは700ミリバールよりも気圧が高いので、要するに周りよりも高気圧性循環している。要するにこういう等圧面の上がり下がりというのは気圧の低い高い相当しているということであります。で、そういうものをですね、構想天気図というふうなものを呼びますが、それで見てみるとどうなるか、これ地上天気図と高層500ミリバールの、高さ5000メーターぐらいの天気図との関係であります。ちょっと見にくくてあれですが、これはまだ違うので、2000年の2月8日という日の、地上天気図の、分布、ですね、気圧のパターンです。これが2本があります。この辺朝鮮半島があって、中国がある。それからこっちが、500ミリバールヘクトパスカル等圧面高度の分布が書かれています。これ同じようにこの2本があります。同じ時刻で書いてあります。で、これパッと言いますと、なんかこちらはですね、地上の天気図というのは、要するになんか丸っこいですね、こう低気圧という渦みたいな高気圧が見えますが、上空に行きますと、そういう渦のように見えるのは非常にそんなに頻繁ではありませんで、こういうなんかこういう波動といいますか、波のようにこううねっているようなものが見えます。で、これ全体もうちょっと見ますと、要するに、ここ高度が書いてありますが、要するに500ヘクトパスカルの等圧面が地上からこの線ですと5700メーターにある、5400、5100メーターにあるというふうに、南から北に行くに従って等圧面がこう降りていってるということで、全体的に言いますと、ここら辺が低気圧で、熱帯付近が高気圧になっているということを表しております。それからですね、この山根が、風向の向きを書いてありますが、地表付近ですとよく言われるように低気圧に対してはこういう、こういう反時計回りですね、こういうふうに風が吹きまして、低気圧に吹き込むように、空気が収束していると。で、あるいは高気圧ですと、時計回りに風が出ていくと。北半球ですとこういう、回転の効果と気圧系努力と摩擦の効果によって、こう吹き出すということになっております。ところがですね、上空に行きますと、親羽がこうですが、ほぼ等圧線にこう沿って、等高度線に沿った風が吹いている。で、しかもこう等高度線が こんなところですね、こういう、これは南北勾配、要するにグラジエントが大きいところで、親羽の、ちょっと見にくいですが、親羽の風が多いということは、非常に強い風が吹いていると、いうことがわかります。要するに風の吹き方が違う。要するに低気圧に対してこう吹き込むんじゃなくて、ほぼ平行に吹く。これは後で地高風というふうに呼びますが、そういう地高風の関係にを満たす、要するに摩擦がほとんどなくて、気圧系努力とコリオ力がバランスしたような風になっているということです。それからもうちょっと詳しく対応を見ますと、ここに低気圧が日本付近にちょっと見にくいですが、これ大体どこら辺でしょう、あります、これになりますが、上空の谷は低気圧はどこにありますかというと、日本付近のもうちょっと西にあります。これ朝鮮半島付近にある。要するにこの辺は周りに比べると等高度が下がっておりますので、要するにここ気圧の谷であるということになっています。それから高気圧はどこにあるかというと、地上付近ですと、北海道の東東方海上にこうありますが、これもやや西側にこう寄った、ここら辺、見えにくいですが、こう盛り上がったところがありますので、ここら辺が気圧の峰になっているということで、全体的に、上空の天気図の気圧のに見える谷とか峰とかいうのは、地上にある低気圧よりもやや西にこうずれている。こう発達するときは特にそういうずれているという関係がよく見られます。で、これは極東付近だけの天気図ですが、これも地球全体で見るとどないなるかということで見てみますと、これですか、これです。で、さっき言いましたように、大体、これは500ミリバールの500ヘクトパスカルの等高度線を毎日毎日変えてるだけです。5600メーターとか5800とか、5400とかいうのが見えます。で、青いところが高気圧といいますか、高度が高いところですね。だから赤いところというのは高度が低いところであります。で、低いところほど濃くなっております。で、これ見るとなんかグニュグニュしたアメーバみたいに見えますが、これもよくよく凝らしてみますと、例えばこの日本付近がこうですが、ここにあります、例えば気圧の谷のようなものがですね、こう徐々にこう西から東にこう動いていくということがわかります。それから、ここら辺にある気圧の谷ですが、それが、ここら辺は、あれですが、この辺見た方がいいかな。これも徐々にこうここがこう動いてっていうふうに、西から東にこう動いていくという姿が見えます。だけどそんなに順調にいつもですね、西から東にぐるぐる回ってるわけじゃなくて、時々こういうふうにぐにゅーっとこう入ってくる。これはブロッキングと呼ばれるものですが、要するにこうなりますと、西風がこう途絶えてしまって、上流からの高気圧低気圧がやってこなくなるという、そういう、パターンを示す場合もありますが、大雑把に見ますと、西から東に、動いていく、その地上の高低気圧波に対応してですね、こう上空でもこういう波が見えているということです。で、それでですね、それから違いというのは、先ほどと地上と違うのは、要するにこう波のように見えるということですね。こういう、ほとんどこういう北極を中心とした、同心円になっているということであります。で、大体どのぐらいこう波があるかというと、数えますと、これここのちょっと止めましょうか。変なところで止めるとあれですが、これ数えますと、気圧の谷ですね、これ出てるところが1234567ぐらいですか、あります。ということは、どれぐらいの波長かというと、地球一周がこの中緯度ですと大体、赤道ですと4万キロですね、中緯度ですと半分ぐらいですか、2万キロぐらい。それで波の数が1234567ぐらいありましたから、大体、3000キロとか、4000キロとかいう、ここからここはですね、そういうぐらいの波長の波が、西から東に動いていくというような姿であるということであります。じゃあ、ということです。で、ちょっと前に戻りますと、それで次何年ですか。で、こういう、先ほど上空で見えてたのは、要するにこういうなんかうねうねとしたような波動のような形でしたが、要するにそれはですね、分けますと、こういう東西平均群みたいなものと、それから渦、これ足しますとこういうふうに波のように見えるということですね。で、こう気圧の尾根というのは、この平均刻算した時のこう渦である、こういうふうに回ってる渦であるということです。で、地上付近ですとこういう風が弱いので、こう渦が見えてしまっていると。で、上空に行くと平均風、要するに西風が非常に強いので、こう波のように見えて渦が見えてこないということになります。で、その流れはですね、大体この等圧線に沿っていると、上空では沿っているということで、こういう風のことを地高風というふうに呼んでいます。こういうバランスして、コリオリ力と、気圧経度力が大体バランスしている、流れになっているということです。で、もう一つはですね、この、風の分布ですが、要するに地上付近で弱くって、平均的な東西風というか、地上付近で弱くって上空で強いということがありましたが、それをもうちょっと、詳しく見てみますと、このような分布になっているということです。で、これはですね、北半球は冬の時の東西平均風の、緯度、ここは南極で、赤道で、北極で、高度。こっちが0で、こっちが大体10キロ、16キロぐらいです。大体海流圏というのは地上から大体10キロぐらいですから、この辺が海流圏です。で、ここから上が、成層圏になっているということです。で、ここ見ますと、これ北半球ですね、赤道があって、北極があって、大体風が強い、これコンターというのが、この等視線というのは風の強さを書いてありますが、今そこ10メーター、20メーター、30メーター、40メーターぐらいのが、大体北緯30度ぐらいの圏海面ぐらいに存在していると。非常に強い西風が吹いているということです。で、それに相当するように、実は温度場ですね、も、こういう分布しているということです。ご存知のように、これ冬でも一番温度高いのは赤道です。で、で、非常にここは太陽の入射が少ないんで、北極付近というのは非常に冷たい。で、ここに書いてある透視線というのは、温度の込んだ透視線が書いてあります。ちょっと見にくいですが、この辺240度ですね、これケルビンって書いてあります。で、ここら辺の下の方は300ケルビンぐらいですか、大体、摂氏20数度ぐらいの赤道の熱帯気の温度。それから冷たいところは250ケルビンぐらいですから、マイナス20数度になりますね。で、平均しますと、大体南北で50ケルビン、50度ぐらいの温度差がある。で、そうしますと、その上でこう西風が強い西風が吹いていると。こういう温度の南北勾配と、風の延直勾配というのにある種の関係があるんじゃないかということがわかります。で、実際それはそうでして、温度風の関係というふうに呼ばれております。で、今の、温度と風の関係を星屑的にかけますと、今度こっちが高緯度ですが、こっちが低緯度です。で、その、今度からわかりますね、西風というの上にほど強くなっている。西風が強くなっているということです。それから、上に行くほど、北極付近で気圧、等圧面高度が下がっている。それから、南に行きますと亜熱帯付近で等圧面高度が上がっているということで、700ヘクトパスカルの等圧面がこっちで下がって、こっちで上がっていると。そういう絵が描いてあります。で、これはなんでこのようになっているかというと、要するにここ低緯度というのは暖かいんで、要するにこれは、空気の、あるコラムが書いてありますが、要するに100、1000から500、要するにこんだけ500ヘクトパスカル分の空気があります。で、ここら辺は温度が高いということは密度が低いということは、そんだけこの気柱が伸びますんで、ここの等圧面高度が上がっている。要するに暖かいと等圧面高度が上がる。それに対して、冷たいとですね、今度は気柱が、密度が高くなって、気柱が下がりますんで、気柱が縮みますんで、そんだけ等圧面高度が下がるということで、寒いと等圧面やこのここが下がるということは、ですね、はじめ地上付近ではそんなに等圧面の傾きがなかったにしても、空気の、温度がこういう暖かいものが南にあって冷たいものが北にありますと、だんだん上に行くほどここが、気柱が伸びておりますんで、こういう等圧面の傾きというのが非常に大きくなってくると。すると、気圧経度力が強くなりますんで、それとバランスするコリオ力が得るためには風が強くならないといけないということで、西風が上空ほど強くなると、こういう偏西風ですねが生ずる原因というのが、こういう温度風のバランスによって成り立っているということがお分かりになると思います。で、こういう偏西風に乗ってですね、こういう高気圧低気圧が出てくるわけですが、これはどういう延長行動をしているかというのをもうちょっと詳しく見てみましょうということです。で、これはある、経度に沿ってですね、ある緯度で、例えば40度、北緯40度で、ある、緯度円に沿ってぐるっとこう切ってみるという、西から東に切ってみたということです。で、こっちが高さですね。で、書いてあるのが、これが等圧面が書いてあると思ってください。これはおおよその高さが書いてあるわけです。で、見ますと、要するにここら辺が等圧面が上がっておりますんで、要するにここ高気圧であると。それからこう低気圧である。これかなり模式的に書いてありますが、上空に行くと高気圧、低気圧の関係はどうなっているかというと、最初の、日本付近の天気図で見ましたように、西に傾いているということがありましたが、それと同じようにですね、こういう、もうちょっと詳しく見てみますと、高気圧の尾根がだんだん西にこう上に行くほど傾いていると。それから低気圧も同じようにちょっと上に行くほど西に傾いていると。こういう構造になっています。で、これ北風と、それから温度とですね、風の関係を書いてみますと、要するに高気圧の前面というのは、これこういう時計回りの回転しますから、こう北風が吹きます。で、高気圧の後面、後ろですね、低気圧の前面というのは、南風が吹きます。で、経験的に、高気圧の前面というのは寒いと。これはこう見たらわかるんですが、寒いということは、ご存知のとおり、経験上そういう感じだと思います。それから南風が吹くと暖かいということは、これはこういう波ができますと、要するに暖かい空気をですね、暖かい空気を北に運ぶ、それから冷たい空気を南に運ぶということは、南から北に熱を輸送しているということになります。すなわちどういうことかというと、もともとそういう偏西風がありまして、要するに温度差によって風ができているわけですね。こう冷たい空気が北にあって、暖かい空気が南にある。それに対してこういうこの上に重なっている波というのは、熱を南から北に運んでいるということは、その元々の基本場といいますか、流れを作っているここの温度差を減少するように働いている。要するにここが暖かくして、ここを冷たくしているんですから、そういうもともと変成分を作っている原因をなくそうというふうに働いているということがお分かりになると思います。でそれからここの矢印書いてありますのが、これ鉛直流が書いてあるんです。要するにこの4、5年代、この東西高度断面にありますこの鉛直流ですねが書いてあります。要するにここで冷たいところで下降流がある、あったかいところで上昇流があるということは、要するに重たい空気が下に来て軽い空気が上に行きますので、要するに位置エネルギーが小さくなると、要するにその解放された位置エネルギーというのが運動エネルギーになっているということで波が発達するということが、こういう波の構想から分かるわけです。でこういう波がですね、なんでこんなものが出てくるのかというのは、これ必然的なもんであります。要するに説明ができるわけです。で、それを説明したのが、この Eady というかなりもう昔の前世紀のですね、戦後間もなくですが、低圧不安定というものによって、この波ができる必然的な理由というのがあるというふうに、いうことが分かっております。で、それは何かというと、先ほど言いましたように、基本はですね、こういう高度とともにこう風が強く、西風が強くなる、こういう風の場が与えられると自動的にそういう波が出てくるということであります。でそれを簡単な方程式で、示してみせたのがこの ED の研究であります。で、これらやったのはこの方程式を簡単にするために、その下に、壁、地面だと思ってください。これはいいと思いますが、実際空気というのは無限限まで続いておりますが、方程式の扱いを簡単にするためにこの対流圏、圏界面ですね、ここになんか壁がある、要するに鉛直運動をここでゼロにするというような境界条件を与えて、要するにこういう風が、高度とともにだんだんその線形的に増大していく、こういう流れを与えた場合にどういう、波が自動的に出てきますかということを計算したわけです。でこちらの図はですね、その計算された結果であります。ちょっとよく分かりませんが、要するにここに書かれているのは成長率と言われます。要するになんかこういう結果的に言いますと、こういう流れを与えますと、この流れはそのままではじっとしていることはできないんですね。勝手に東西方向に曲がりくねった波動というのが徐々に出てくるというわけです。要するにこういう流れは不安定である。不安定でそういう波が自動的に出てくるということであります。で、その時のこの右側の図は、その波が出てくるのが、どういう、成長率と言いますか、どれぐらいの速さで波は振幅が大きくなってきますかということを、こっちが波の波長ですね、それからこっちがその、視野、この、基本場の基本流が西風がどんだけの高さとともにどんだけ強くなるかと、そういうパラメータ空間で書き表した時の波の増幅率が書かれています。で要するにこの思想はですね、初期になんかバラバラとした小さい無限小の上卵を与えた時にこれ一番大きく成長するのはどれですかということがこういう図から分かるわけです。で、これは今回はですね、その言います増幅率、成長率ですが書いてあります。そうしますとこの ED モデルの場合、一番成長するのが大体8兆4000キロぐらい波である。で、大体この 2E というのが大体10キロいきますと、10キロで20メーターぐらい風が強くなるっていうんですから、大体、対流圏に割る現実的なパラメータですが、そこに言いますと大体、2日で2倍ぐらいになるような波の振幅がですね、2倍になるという成長率を持った波が出てくるということです。要するに、いろんな初期にいろんな波長の波があったとしても、最後には見えてくるのがですね、こう4000キロぐらいの波長を持った波が、一番成長して見えてくるんでしょうというのが天気図で見えている高気圧低気圧ではないでしょうかということを言ったわけです。で実際その、一番成長する波の構造を見てみますと、こういう構造をしているということです。で1番目がこの圧力場ですね、圧力の分布が、こっちが東西西東、それからこう高さ、ここは、地面でここが10キロの見解面ですが書いてあります。でこの場合ですね、ちょっと現実と違うのは見解面が置いてありますので、上にこう振幅の大きい部分が出てきますが、これはちょっと無視していただける、特に下の方だけ見ていただけますと、要するに下層付近に波の振幅の大きいところがあってですね、でそれが要するにここ高気圧ですね、ここマイナスということは低気圧高気圧ですが、だいたいここからここ波長というのはここから4000キロぐらいあって、でその、気圧の高気圧というのは上に行くほど西に傾いている、低気圧も西に傾いているという、その観測とよく似たような、観測の相関規模上だとよく似たような構造を持つ、不安定波、これが増幅していくわけですね。こういう構造を保ったまま、2日で1日で2倍でしたっけぐらいになるというような構造を持っているというような波が出てきますねということを、言いました。で、まあで、それでですね、でこの要するに傾いてるというのが、非常にミソなわけですが、で傾いてるということで、どういう効果があるかということを、簡単に示してみましょうということです。で、ちょっと途中からの方でまた説明するのあれなんですが、これが例えば、850ヘクトパスカルの、等圧面高度である、こういう面であるというふうにしましょう。要するにここら辺は、こっちが西東ですね、こっちが西東で、こっちが下上です。で要するにここら辺で高気圧があって低気圧があってというふうにこう東西にこう切った断面だと見てください。で今言いましたように、先ほどの計算で出てきましたが、こういう高気圧低気圧というのが西に上に行くほど西に傾いた構造をしているということはどういう意味を持っているかということを説明しようとしているんですが、で例えばこう下層付近の帯域がこう高気圧低気圧で500ミリバールいきますと、要するに西に傾いているということは低気圧の谷の位置がですね、真上にあるんじゃなくてちょっと西に、だから同じように高気圧の位置が真上にあるんじゃなくてちょっと西にあるということですね。でそうしますと、要するにこの間の空気の量ですね、これ今850としましょうね、これが上が500としましょう。だからここからここが350ヘクトパスカル分の空気があります。で、ありますが、こういうふうにこれが下でこれが上でこう西に傾いておりますと、ここの幅がちっちゃい、ここの幅が大きいです。で先ほどの、走行と、これですか、これ要するに空気はあったかいと、伸びるですね、それから空気は冷たいと縮む、こういう性質があるんですから、これを思い出していただきますと、こういうここら辺で、この同じ350ヘクトパスカル分の空気のこれが伸びてるということですね。ここはで逆に言いますと、ここは縮んでるということです。ですから温度に直しますと、ここではですね、非常にあったかい空気が存在すると、あるいはここには非常に冷たい空気が、周りに比べて冷たい空気が存在するということになってきます。ですからこのあったかい冷たいというのは、要するに、波のですね延直構造から生まれているということであります。で、それと相当するように、先ほど言いましたように高気圧はですね、こういう時計回りの、流れが北半球ではきますから、要するに高気圧の前面では北風が吹く、そこでは要するにそこ空気は非常に縮んでいる、要するに冷たいですから、北風が冷たくなっているということであります。ということで、まあ、式で書きますと、こう冷たいということは周りに比べ、これはダッシュというのはちょっと見にくいですが、ダッシュというのは東西平均からのズレを意味しております。要するに、冷たいということは東西平均からよりも低い、小さいですからマイナスである。それから、南北風もこれも、東西平均がずれですね。でこれ南北風の場合南風を正と取りますから、北風の場合風であります。で、要するにここでは V' が風で T' も風である。それからこっちはですね、同じようにこうあったかい空気があって、でここでは 低気圧の前面ですから南風が吹くということで、T' は正で V' も正であるということです。でこれ東西平均にしますと、要するにこういう波が、西に傾いてる波があった場合に、その効果はどうかということで、東西平均してみますと、要するにマイナスからマイナスかけますからプラスですね。だからプラスとプラスかけますからプラスです。だからですからこう全体1波長分平均しますと、要するに西に傾いているという、構造を持っていることは、すなわち、熱をこう北に運んでいる T'、V' が正であるということを言っております。で逆に気圧の谷がもしもこういうふうに逆に東に傾いているとどうなるかというと、ここに、この上に、この峰がですね、この辺にやってきます。だから谷がこの辺にやってきますから、要するにこの辺が冷たくなる。この辺が暖かくなりますから、こういう場合にはここが暖かくて、ここが冷たい。ということで逆になります。ということで、この場合は南向きに熱を輸送が生じていると。いうことで、実際この辺はモンスーンとかですね、あの辺の領域に行きますと、そういう構造を持った波が、インド付近に、あの辺にはあります。いうことで、こういう波の延直構造とその熱輸送の方向というのに、関係があるということです。で先ほど得られた不安な波というのは、南から北に熱を運んでいる。でそれはどうしてかというと、基本場がですね、西風が上に行くほど強いということは、北に行くほど温度が低いいう状況を解消しよう。要するにそれが不安定の原因であるということです。温度が北に5度下がっているというのは不安定の原因なんで、それを解消しようとしてこういう波が事例的に発達してきている。で、一番発達する波というのが天気図に見えているというので、それが不安定波で高気圧低気圧であるということであります。ということが、ほぼ概略の説明でありますが、これを、実験で確かめようというのが、これ回転水槽実験であります。これは例えば、京大の、総合人間にいらっしゃいます酒井さんのホームページなんか見ますと、非常に綺麗な図がありますが、要するに今の本質というのは、北極付近が冷えていて、南極付近が、赤道が非常に暖かい。それから地球が回っているというのが、その、今の不安な波が出る、そうか、要するに高気圧、低気圧が出てくる原因であるということです。で、これはどういうことで、それを実験で確かめましょうということです。で、これ真ん中ですね、要するに冷やしてみましょうということで、こう冷たい水を入れます。だから、ここ周り熱帯やと思って暖かい空気を、とつもりでこう温水を入れます。こことここの温度は一定に保ちます。強制的に。で、この中に作業流体というか、これが中高緯度の空気である。ということで、これは勝手に水かなんか入れておきます。それで、ぐるぐる回すと。こうしたときに、どういう、流れができますかということです。で、これは回転が弱いとき、これ6ラウンドパーミニッツですから、1分あたり6回転するような、この回転を与えますと、これが温度の分布係であります。これ赤いほど逆で冷たい、青いほどあったかいというような分布でありますが、それは同心円である。いうことですね。いうことは、要するにこれ波ができていない。この場合、ゆっくり回転する場合ですと、そういう先ほど言いましたような、高気圧、低気圧に相当するような波ができずに、元の偏西風だけがあるというような状態が実現しているわけです。要するにこれは安定な場であるということです。ところがですね、その回転数を上げていきますと、その波が発達していく。これは最初に天気図で見たような地球をこう巡るような、ぐるぐる、1、2、3、4、5ですか、波数5ぐらいの波が出てくる。で、こうしますと、あったかい空気が北に行って、冷たい空気が南に下がっているというようなものが見えてくると。で、こういうのはこれはですね、動画でもありまして、撮ってきますと、こういうふうに見えます。例えば、ちょっと小さいですが、ぼやけて見えなくなります。これはですね、カメラをこの回転台に乗せて、要するに地球上から我々見てるように、回転台に乗せてぐるぐる回してるカメラからこの流体を見てるわけ。だから光があるのはこういう地球が回ってる時点と同じようになってると。で、流体見てる人はこの回転台と共に回ってますんで、流体はこの流れは地球上に乗って見てる流れと同じ見えてるということです。で、そうしますと、切ります。こうやってみますと、なんかそうですね、こういう、こう低気圧ですね。で、ここ高気圧ですが、こういう低気圧性回転しながら西から東に、要するにこう回転の方向に沿って流れていくという、まさに天気図で出てくるような高気圧、低気圧というのが、こう西から東に順調にこう見えてると、非常に綺麗に見えてる場合もあります。で、それから、こういう回転数によってこの流れのパターンも変わってきまして、例えば回転数を上げてみますと、この流れが非常に不規則になってですね、そんなに順調には流れないということになります。で、これが先ほどとかなり回転数が上がってる、例ですね。で、そうしますと、こういうところに、高気圧性の循環と低気圧性の循環が見えますが、それが、先ほどみたいに順調にこっちからこっちにじゅーっと回るんじゃなくて、非常にこう渦が非常に見えてくると。要するにこれは東西こういう同心円状の流れじゃなくて、こう南北の流れ非常に不規則に見えてくるという、こういう、回転数に依存したような、流れのパターンが出てくるということです。要するにこういう、そういう、地球上で見えている流れのパターンというのは非常にいろんなパラメータに依存しているということですが、いずれにしても、こういう流れ、要するに波動というのが出てくるというのが、こういう、偏西風のですね、不安定で出てくるということを、こういう実験から、証明といいますか、示すことができるということです。これで、この項まではですね、非常に、現実理想化した話なんですが、ここで現実にちょっと戻ってもらいますと、先ほどの今日の話であるストームトラップというのは、要するにこういう高気圧低気圧が一様にあるんじゃなくて、ある特定のところに非常に固まってあるということのお話です。要するに東西方向に非一様な分布をしているということです。で、ストームトラップもそうなんですが、高気圧低気圧の分布もそうなんですが、それをコントロールしていると思われるそのジェット偏西風の強さですね、それも非常に低気圧東西方向に非常に、一様ではないということです。でこれは西風の強さの、北極から見た冬の時の、分布であります。だいたい高さ10キロぐらいの西風の強さですが、日本付近はここら辺にあります。だいたいこの辺70メーターパーセックぐらいの、風が吹いている。これジェット気流と言われるものですが、非常に強いのが吹いている。で日本付近だけじゃなくて、ちょうどアメリカ東岸この辺ね、非常に強い、西風が吹いていると。で、太平洋の西岸ですね、ここら辺では弱くなっている。あるいはこの大西洋の西岸、東岸では弱くなっている。こういう非常に不均一な分布をしております。で、これに対応するかのようにですね、ストームトラック、要するに先ほど見ました高気圧、低気圧が、動いていくその活動ですが、その領域、活動している領域というのは非常に不均一であります。で、これは、要するにこれはどうやって示したかというと、高気圧、低気圧の、周期ですね、その大体天気は、2、3日から1週間ぐらいで変わっていくという、そういう経験的なものがありますが、だからそういう移動性の高気圧、低気圧が持っているような周期を持つ大気の変動の大きさがどれぐらいあるかというのを地図上にプロットした図であります。要するに平たく言えば、ここら辺80メーターとか書いてありますが、要するに高気圧、低気圧の振幅が大体80メーターぐらいあると。で、この辺はほとんどないと。で、またアメリカの東岸付近ではこれ100メーターを超えるような非常に活動が強くなっているということを示しております。だから先ほど回転水素と見たように、一様にですね、西でも東どこでも限りなくかけなく波がぐるぐる回ってるように見えるんじゃなくて、ある特定のこういう大西洋とか太平洋とかだけにこういう高気圧低気圧というのが非常に活動しているということであります。この陸の上ではほとんどそういうものが見えないということで、こういう非常に不均一な、東西方向に不均一な、活動をしているということです。で、最終的にはこれはどういうふうに説明したいかということを言っていくんですが、まずこのストームトラップがですね、どういう気候的な、意味を持っているかということで、見てみたいと思います。まず一つはですね、ストームトラップというのは嵐の道筋というわけですが、非常に雨が降るということです。で、これはですね、冬の間の降水量の分布が書いてありますが、要するにここが日本で、ここがアメリカで、ちょうどストームの活動が盛んなところですね。ここら辺の太平洋と大西洋、この辺で、当然ながら非常に雨がよく降るということです。値はですね、6ミリメーターパーで、雨量6ミリ1日ずっと降っていると。毎日降ってだから、3ヶ月直しますと、180ミリぐらい降ると。で、大陸の上というのはほとんど降っておりません。で、海の上に出た瞬間に非常に降り出す。日本付近でもこう冬型の天気になりますと、この日本海側で雪が降るというふうに、言われますが、それよりもですね、よく目立って非常に広い領域、要するにストームトラップの領域というのが非常に雨を降らせる領域であるということが、これ図からわかります。要するに中高緯度で降っている降水のほとんどはそういうストームトラックの領域で降っているということです。で、こういう降水がありますと、こういう気候に対してどういう影響があるかということを、ちょっと見てみましょう。で、一つはですね、要するに、こういう雨といいますか、こう淡水といいますか、フレッシュウォーターといいますか、要するにそういう、淡水の補給になっているということです。で、これはちょっと何が書いてあるかというと、これはここが赤道で、ここが南極で、ここが北極ですが、要するに全球的に見たこの、移動分布ですね、蒸発量と、こっちは蒸発量と降水量の差が書いてあります。で、要するに赤道のところではですね、赤道の冬ですが、ちょっと赤道収束帯と呼ばれるものが北にありますので、非常に赤道で雨が降る。で、その北側では、ここが熱帯高気圧がありますから、ほとんど雨が降らない領域がある。要するにここでは非常に蒸発が盛んである。で、それに対して中高緯度では、ここに先ほど言いましたストーントラックがありますね。ここで雨の方がよく降る。要するに大気中に蒸発していくよりも大気から地面にあるいは海洋に雨が降って、要するに水蒸気じゃなくてその水が補給されているということです。要するに、ここら辺で雨が降っているということは、要するにここら辺はどこから来ているかというと、この南の方からですね、水蒸気が来て、それで北の方で凝結して雨が降っているということであります。で、こういうふうに北の方で雨が降るというのは、実はですね、この地球規模の海洋循環に非常に大きな影響を与えております。で、それは最近、ニュースなんかでもよく出てくる、海洋中の大循環と呼ばれるものです。で、これはまあ模式的に書かれておりますが、要するに、海洋、この大西洋と太平洋がありますが、実はですね、こうぐるぐるこう海水の水というのは地球上こういうふうに、まあ、模式的ですがこう巡っているというような図であります。これは非常に深いところの、流れでありますので、表層の流れとは違いますが、要するにここら辺でどこで沈み込んでるかというと、この北大西洋の、グリーンランドの南の辺ですね、この辺だけで沈み、まあ、この簡単な例ですと、こういう、まあ、簡略化して書いてありますが、ここで沈み込んだ水がこう深層をですねずーっと巡っていって、でだんだん暖色になるとこう湧昇、要するに湧き上がってくると。で、湧き上がったものが表層を通ってこうまた大西洋を巡って、ここにやってきて、ここでまた下に下がるというふうな、こういう、対流を起こしていると。地球全体の対流を起こしている。で、これは要するに何が重要かというと、ここら辺ではですね、熱を南から北に運んで、冷たい水を南に運んできますから、要するに地球全体を、南北の温度差をなくすような、こういう非常に重要な効果を持っているわけです。ですから、もしもこういう流れが止まったりしますと、非常に特にですね、ヨーロッパ付近の気候が非常に寒冷化するとかですね、いうことが言われております。ですから、こういう、海洋中の大循環の流れがどういうふうに変動しているのかというのは非常に重要な気候の問題になっております。で、先ほどの、ストーントラックとの関係からいきますと、要するにここら辺で非常に雨が降るわけですね。で、雨が降るということはどういうことかというと、ここの沈み込みを沈み込まなくしているわけです。なぜかというと、ここはですね海水ですから、海水に水が雨が降りますと、雨というのは塩分含んでませんですから、非常に冷たい、非常に軽いわけですね。非常に軽いですから、こう沈み込むということは、周りよりも密度が高くないといけません。で、どういうふうにして高くなるかというと、この辺ではですね、非常に大気の温度が低いんで、海から大気に熱が逃げるわけですね。要するにこう、冷却を起きるというのはまず一つ。それから、例えばここら辺で海氷ができますと、氷ができますと、氷は淡水だけですから、そこから氷は塩は氷になりませんから、その残った塩が排出されて、海水が重くなってこう下に下がると。こういう対流がここで起こるわけですね。で、ところが、そのストームトラック、今ちょうど例えばバランスしているとしましょう。ところが、ストームトラックが何らかしかの原因によって、その活動が盛んになった、例えば盛んになったとしましょう。で、そうしますと、ここに降る雨が強くなりますから、要するにここの海水が軽くなるということは、沈み込まなくなるということは、要するにこういう循環をですね、弱くしていくようなセンスに働く可能性がある。ということで、こういう淡水の補給がどれぐらいあるかというのが非常にこういう、海洋の循環にとって重要な、要素になっているということが言えます。で、それから、もう一個はですね、こういう、ストームトラックができますと雨が降るということは雲ができるということですね。で、この雲というのも非常に地球全体の気候にとって重要な問題になっております。で、これは、この教科書の中に出ています、雲の雲頂高度が、どういうものがですね、どれくらいどこら辺に分布しているかということです。で、これは高いところの雲ですね。雲頂が440ヘクトパスカルよりも小さいということは、雲頂高度が要するに対流圏上層に広がっている雲がどの辺に分布してますかという例です。ちょっと見にくいですが、ここら辺がアフリカで、南アフリカで、ここがアフリカで、ここがインドネシアで、ここが日本で、ヨーロッパでというような図であります。で、これ雲量で示してあるんですが、このハッチつけたところですね、このインドネシア付近、あるいはこのアフリカ付近、あるいはこの南アメリカのこの辺、要するに非常に熱帯の対流の、要するに雨がよく降るところで、こういう非常に上層部というのが発達している、非常に雲量が増えているいうことです。それからもう一個はですね、これ仮想雲です。要するに非常に低い、雲頂の低い雲ですね。例えば層雲とか層積雲とかそういうものですが、その辺はどの辺にあるかというと、例えばこういうカリフォルニア、ここはアメリカですが、カリフォルニア沖とか、こういうペルー沖とかですね、あるいはアフリカでしたナミビアのこの沖、あるいは、ちょっと見えにくいですが、こう日本付近のこうストーントラック領域にもこう仮想というのがあります。で、こういう仮想この辺できているのはどうしてかというと、これは海流が、冷たい海流がこう吹いてきます。こうカリフォルニア海流とかですね、こういうペルー沖海流とか、非常に冷たい海流がありますので、大気はそこの海面付近で非常に冷やされるわけですね。で、そうしますと、凝結が起こりまして、非常に仮想で、雲ができやすくなるということで、こう違った、この上層の雲と違った分布してる。で、こう全体合わせてですね、全雲量どこで多いかというのを見てみますと、まあ熱帯付近とかあるんですが、特に多いのはやはりストームトラック領域ですね。このアメリカの東、それから日本の東、それからまあ南半球のストームトラックというのは南極を取り巻くようにこうありますので、このハッチつけたところが非常に雲量が多くなっている。で、雲量が多いということは非常に地球全体の、温暖化といいますか、それに影響を及ぼす可能性が強いということです。で、今例えばですね、地球温暖化実験、温暖化予測というのがされておりますが、これは数値モデルを用いた、予測であります。で、例えばこれはIPCC レポートと呼ばれるそういう、全世界のですね、モデル、で、例えば CO2 濃度を1年間で 1% ずつ倍増させたと、増加させたとき、これ70年でだいたい CO2 濃度が倍増するような、増え方ですが、だいたい現在280、300ppm 弱ぐらいが、70年で700とかですね、600ppm になるというような、こういう条件で積分した時の、要するに時間が予測した時のですね、全球の平均温度です。地球全体の平均温度がどういうふうに、変化していきますかという結果を各モデル、で、この線を書かせてみたわけです。で、平均しますと大体倍増した時には大体2、70年後ですとこの辺ですから大体2度ぐらい地球全体の温度が上がるというふうに呼ばれております。で、ところがこれいっぱい線があるのは何かというと いろんな世界各国にあるモデルですね。で、いろんなモデルが開発されておりまして、それで同じ条件で走らせてもこんだけばらついてくるということです。またいいで、特にですね、こう日本のモデルがいくつかあるんですが、CCSR ニーズというのがこの赤い線です。それからまあもう一個ここに隠れてるんですが、非常に敏感度が高いモデルがあったりですね、もう一つ日本でも MRI という気象研が作っているモデルですね、この辺、まあ、感度が悪いようなモデルがありますが、非常にこの幅が大きい。で、この幅が大きい理由の一つというのはですね、その分かってないプロセスがあるということです。まあ、いくつかあるんですが、その大きな主要なものとして一つ、雲の放射に対する影響というのが非常に微妙になってて、特に仮想雲の影響というのが、モデルによって違うということが言われております。ですから、こういう、ストームトラックなんかでですね、雲のでき方なんかが変わりますと、変動によって変わりますと、非常にその気候変動予測に大きな影響を及ぼす可能性があるということです。で、この辺飛ばしましょう。で、ですね。で、ちょっと本題に戻りまして、ではですね、そのストームトラックがこう極材化している理由は何なのかということを、説明したいと思います。元に戻りますと、ここですね、日本付近、要するに太平洋、あるいは、このアメリカ付近で、極材化するのはなぜかということです。で、一つはですね、要するにそこで強制源があるということです。で、何かというと、要するに先ほどの啓発不安定の議論からしますと、これは個々の波を作ってるのは、啓発不安定波ですから、そこの、南北の、温度差が非常に強いところがあると、そこが冷気源になって波が出るということであります。で、実際、大気のその仮想ですね、地面付近における、南北の温度勾配を化かしてみますと、こういう分布しています。ちょっと見にくいですが、こっち、この紫色ほど非常に大きな値を持っているということです。で、ストームトラックというのがこの辺とこの辺にありました。で、その作ってると思われる温度差が大きいのは、その日本付近とですね、アメリカの東岸付近で非常に大きい値もします。この辺はですね、ちょっと山があったりしてですね、計算するときちょっとかなり誤差が入っておりますので、ちょっと見ないでいただきたいんですが、ですね、この辺とこの辺で非常に大きな値がある。で、先ほども言いましたように、5分前です。はい。高気圧低気圧が発達しますと、要するに南から北に熱を運びますんで、自動的にですね、この南北温度差っていうのが緩くなるはずですね。要するにここで初期に例えば強い南北温度差があっても上乱が発達して南から北に熱を運びますと、その温度差が弱くなっていって、こういう温度差を、なぜ維持できるのかっていうのが非常にこの極材化するのに重要な問題であります。で、なぜ、こうなっているかということで、いくつかその理論といいますが、説明を紹介したいと思いますが、それ一つですね、これ今まで言われている言い方ですが、要するにここら辺が日本と思いましょう。日本付近と思いましょう。それから、ストーントラックというのがあって、ここら辺でアメリカがあってですね、ストーントラック消えてるんですが、それどういう構造になっているかということを模式的に書いた絵です。で、要するに日本で発達しますと、どうなるかというと、南から北に熱をやりますので、要するにそういう効果によって西風が弱くなるという効果があります。で、実際これだけですとストームトラックが消えてしまいます。ところが、実はですね、この波がこう出てきますと、もう一つの効果があるわけです。で、それがその運動量輸送という効果です。で、後でもう一枚のスライドで説明しますが、結果と言いますと、波が出ますと、要するに相関機構上ができますと、逆にですね、上空では西風を強化するという、そういう運動量を輸送することによって西風を強化するという、そういう効果を持つことが分かっております。で、その西風を強化するということは、その下までズボッとこう行きますと、下層でも西風が強くなるということで、この温度の熱輸送による負の効果を打ち消すような運動量輸送の効果によって、この下層の、温度効果を維持しているということで、ストームトラックが維持されているんではないかということが、この人たちにとってよって言われているわけですが、その運動量輸送というのを次の、グラフでちょっと説明しますが、ちょっと一つがですね、先ほど言いました運動量輸送って何かということであります。で、でこれはですね、先ほどは東西延直断面を見せましたが、今度は東西南北断面であります。で、これは南北方向にある高緯度である等圧面で見た時のこの何ですか、地球全体に流れですね、この偏西風の蛇行ですが、例えばこういうふうに蛇行の方向がですね、南に行くほど西に傾いている、北に行くほど東に傾いている、こういう、なんか水平面内でのこういう傾きを持っていた、こういう構造をしていた場合にどうなるかと。運動量というのはどういうふうに運ばれるかということを説明しようとする図であります。で、これ流れ、こういう等圧線がこうありますが、流れというのは先ほど言いましたように地高風ですから、ここに沿って流れております。で、ここで言います。例えばここの証言を考えますと、こう気圧の単位でミリであります。ここら辺は要するに、この流れがここ東西に出てますから、東西、ここは南北に、ここは東西に、流れている、意味に流れているということはですね、東西風の分布で言いますと、ここら辺では東西風が弱くなっているんですね。です南北風が確立している。で、逆にこの辺は南北風が比較的弱くて、こう東西風が確立しているということは、これは西風がこう強くなっているということですね、この辺で。で、逆にこの辺では西風が弱くなっているということで、これ東西平均していますと、ここら辺の領域では U ダッシュが、要するに東西平均からずれ、U' の、U のズレが正である。それからここでは南風が吹いてますんで V' が正である。それから逆にですね、この辺は、東西風が弱くなっていて、こう北風吹いてますから V' は風である。で、風と風とかけるということは、先ほどやったように東西平均しますと、こういうふうに気圧の谷峰が、南西から北東にこういうふうに傾いてますと、運動量っていうのが北に運ばれると。要するに西風の運動量ですね、西風が北向きに運ばれますねということであります。こういう構造をしているとそうなる。で、逆にこういう、気圧の谷峰が北西から南東にこういうふうに傾いてますと、ここら辺では風が西風が強いんですが北風、ここら辺では風が弱いんですが南風ですから、風向は逆ですから、こういうふうに構造がありますと、逆に南向きに西風を運動して輸送している。で実際はどうなってますかと言いますと、ある日の天気図持ってきますとこのようになります。で、これが極図ですね。これから気圧の単位というのが、例えばここら辺アメリカ付近都合のいいところだけなんですが、こう西にこの辺こういうふうに曲がっています。要するにここら辺では南に行くほど西に傾いているということは、先ほどの例で見ますと、これですから南に行くほど西に傾いているんですが、これ北向きに西風運動量を運んでいるということになります。でそこには何があるかと言いますと、ここに風が吹いてますね。ジェットの強い軸がここら辺にありますね。要するに飛んでるところがジェットですから、要するに強いジェットが吹いてるところに西風をさらに運んできてるということになります。ここも同じですね。こう西風が強いところに、運動量を運んできてるということは、結局どのようになるかということはですね、こういう波がこう傾いてありますと、さらに西風を強める効果を持っているということは、どういうことかというと、流れの運動エネルギーが増えるということです。で、どこから運動エネルギーが出るかというと、要するに波の運動エネルギーですね。これ波動の運動エネルギーが減って、東西平均部の運動エネルギーが増えていると。要するにそれは何かというと、どれも直さず波動が減衰していくということです。ですので、先ほどの絵でいきますと、こういう絵でありますように、ここら辺の発達した時にはですね、発達しながら運動量を、西風の運動量をジェットに渡しているわけですね。そうすることによってこの波動は消えていって、この西風が強まっている。で強まった西風というのは、だいたい上から下までズボッと下層まで強い西風になりますんで、下層でも非常に強い西風が来るということは、南北に見ますと温度差が南の方ほどあったかくて北が冷たいと、こういう南北温度差を、維持するということが、こういうホスキンスらが言っていますこういう運動量による、輸送によるこういうストームトラックの維持というものなんですが、果たしてこれだけなんでしょうかという疑問であります。で先ほども言いましたように、その雨がよく降るという効果はどないなったんだということです。逆に言いますと、あるいは言い直しますと、ホスキンスらはですね、運動方程式だけを見てるんですが、熱力の式はどないなったんですかということであります。で、先ほど降水量ここありますが、6mm/day 降ってるということですが、これをですね、1平方メーターあたり何ワットで扱うかというのに直してみますと、こういう計算になります。まあ正直単位を直していただけですが、そうしますと1平方メーターあたり6mm/day 降ってるということは、180W/m² 降ってると熱量になっているということです。でこれは大きいか小さいかということですが、これは何かというと、要するに雨が降りますと水蒸気から水になりますので、その時に凝結熱が発生するわけですね。それの大きさが180W、1平方メーターあたり180Wであるということです。で比較するべきものは、例えばですね、地球が吸収する日射量、地球全体で、太陽放射を吸収して、一部は、アルベドで反射してますが、実質的に吸収する熱量はですね、240W/m² です。でほぼそれに匹敵するような量がですね、この降水によって起こるわけです。ということは、非常に大気の熱源として非常に強力なはずであるということですね。で、単純に計算しますと、1日あたり 0.18度、大気全層を温めるぐらいの熱量、小さいか大きいかよく分かりませんが、でこれがですね、どういう役割してるのかっていうのが今まで何も言われておりませんでした。でそれで、ちょっと実験をしてみたということです。で特にですね、注目したのはですね、その下層での、南北温度差がですね、どういうふうに、維持されているかということです。でちょっともう一遍復習しますと、ちょっと見にくい図ですが、要するにここに偏西風ジェットの強いのがあって、ここにストームトラックがあると。でこれなぜできているかというのを考えようということですね。雨の効果はどうなるかということです。で、一つの効果として、こう山の効果というのがあります。確かにここら辺にヒマラヤがあって、そこで下流で低気圧気味の循環ができますので、ここら辺でジェットが強くなるという効果があるんですが、ここではちょっとひとまず置いといてですね、いろいろ実験してみたんですが、中緯度の、海水面温度の分布がこれどういうふうに効くかということをやってみましょうというのは何かというと、要するにこういうのはある程度簡単なモデルで表現できるんですが、こういう熱的な調整の役割というのはですね、こういうかなり複雑になって簡単なモデルでは表現できなくって、こういう大循環モデルを使って初めてこの降水とかを扱えるということで、こういうのをやってみようということです。でこれ何かというと、現実をもうちょっと見てみますと、この海面水温の分布ですが、これ日本付近ですね、日本が太平洋とこういうアメリカ付近ですが、ここはですね、ご存知のように非常に強い黒潮が吹いている。でここは、親潮があってですね、ここの南北温度の、海面水温の温度勾配で非常に大きいところがここにあります。で同じようにこのアメリカの東岸というのもここら辺に、メキシコ湾流ですかがあって、こっちのラブラドル海流ですかの寒流があるんですね。ここに非常に強い、温度の差があります。で要するにこういうのが鳥が何かになってですね、ストーントラックを作れる可能性があるんじゃないかということで実験してみようということです。で使ったのはこういう、前もこれは説明したと思いますが、こういう大気の流れや、放射とか雲とか全部扱えるような、その先ほど温暖化実験をやったのと同じような、これ大気大循環モデルであります。で、実際こういうモデルでですね、どれぐらいストーントラックが再現されてるかというので、やってみたのがこれですが、これ観測のストーントラックですね。ここに日本があって、アメリカがあって、太平洋近と大西洋で非常に強い活動があるというのと、まあ大体多めに見ていただきますと、ここら辺で強く打って、ここら辺で強いという、非常にまあ大体うまく再現しているというモデルであります。でやった実験はですね、いろいろやったんですが、ちょっと面白そうなのを持ってきました。でこれは要するに海面水温、先ほど言いましたように日本付近と、例えば日本付近とアメリカ付近の海面水温の南北分布が効いてるんじゃないかということで、もう陸地はやめてしまって、全地球が海で覆われているような状態で、冬の状態で固定してやってみました。で要するにこの温度差の南北温度差の東西方向の非均一性が重要だということで、こういういろいろ3つの実験をやってみたということですね。それは例えばこう日本がここにあるものと思って、そこの南黒潮があると思って、そこにあったかい水がある。でそうしますと、この40度付近、要するにストーントラックがあるような領域で非常に南北の温度差が強くなる。それから逆に、カリフォルニアの辺で冷たい水があるというふうなのが起きますと、40度付近で南北温度差が緩くなるという、こういう実験。それから例えば40度付近でこう同じあったかい水と冷たい水の与えますと、ここら辺は南北温度差はあんまり変わりませんね。ここも変わりませんので、別にこの温度差が変わらないという実験。それから逆に、こんなことはあんまりないんですが、日本より北にあったかい水があって、冷たい水が、比較的冷たい水がこの北の方にある。というとどういうことになるかというと、このストーントラックがある40度付近で、こう冷たい水が北にありますから、ここの温度勾配が強くなる。要するに温度勾配としてはここの量とここは同じだけども、断水が南にあるのか北にあるのか、そういう違いがあります。で、ここで、実験をやってみますと、日本の南に相当すると思われるところに暖かい水がありますと、その北側に確かにこれはストーントラックの活動の大きいところですが、この値が書いて大きいところが活動しているところですが、大きい値のところが広がっております。で南、冷たい水があるところではほとんど活動が弱くなる。でそれに対して、ここ言いましょうか、北に冷たい水があっていう時には、ほぼですね、東西、まあ、ちょっとありますが東西一よりある。で予想したように40度付近にこう、ね、暖かい水と冷たい水がある時にはほとんど全く東西一ようになっている。でこれだけが東西非一様なストーントラックができていますねということです。でこれはどういうメカニズムでできているかというので調べていきますと、要するにこの雨の降り方がやっぱり違うわけですね。これはここら辺のあったかい水がある時ですが、非常にそこら辺で蒸発が起こって、その北付近で非常に雨が降ります。で雨が降るとどうなるかというと、そこで大気が非常に加熱されまして、で加熱されますとそこで上昇気流が起こりますので、平たく言うとそうすると大気の下層で空気が収束してくる。でそうしますと、収束しますと、そこは低気圧ですから低気圧性循環ができると。でそうしますと、こうストーントラックのある北側で低気圧ができる傾向がありますので、ここら辺に西風が強くなるということは、先ほど言いましたように、下層での西風を作っているのはこの場合、雨に伴って大気中で凝結熱が起こって、それで上昇気流が起こって、こういう波が、循環ができて、それで下層の、流れが、西風が維持されているということであります。でこの辺も飛ばしまして、で、まあ従来、このストーントラックというのが極材化している理由というのはですね、その運動量輸送というのに注目されていたということであります。要するにストーントラックができて波のですね、南北構造が歪んでいるということで、偏西風を強めるという効果をしていると。で、強めるという効果で、結局ストーントラックを作っている下層のですね、西風もそれに引きずられて強くなっているということで、ストーントラックというのは維持されている。こういうフィードバックがかかっているから、ストーントラックが極材化していると。そういう見方があったんですが、まあ、我々がやった結果で見ますと、そうじゃなくて、この雨が降っているという効果も重要である。要するに雨が降るって、風熱、大気が温められることによって、何ができてですね、それが下層の循環、および南北の温度勾配を作って、ストーントラックを維持しているということになります。まあ、これで一通り終わりますが、それで結局ですね、これもちょっと考えますと、この海洋の、さっきこの我々の循環、研究で言いますと、海洋の与えた温度の偏差というのが非常に重要になってくるということです。で、要するに海洋の循環とですね、ストーントラックと非常に密接に関係してくるということです。で、これはですね、先ほど言いました、ここに黒潮が日本があって、アメリカがあって、黒潮が流れてるんですね。それから親潮がある。で、実はこういう海洋表層の循環というのはですね、風勢循環というふうに呼ばれています。要するに風が吹くことによってこういう黒潮や親潮ができているわけです。要するにそれは何かというと、ここら辺で40度付近で非常に強い西風があります。それに伴う、まあ、トルク、がかかりまして、渦動がかかりまして、要するにここら辺でこういう、高気圧性循環ですね、この北側で低気圧性循環ができるということであります。ですからこの流れを作っているのはストームトラックに伴うで作られた西風であります。ということはですね、今これを与えて、海面水温を与えてストームトラックが極材化すると言いますが、実はそれでは話は閉じておりませんで、ストームトラックができると、今度は海面付近の風が変わる。そうすると、自動的に海面水温の分布も変わりますので、要するにこれ全体をまともに気候の問題として扱おうとすると、全体をひとまとめにした議論をしていかなければいけないということで、大気海洋の相互作用というのが、ストーントラックを考える上でも注意度でも非常に重要になってくるんではないかということを考えております。ということで、今日はですね、そういうストーントラックが、あるということで、まず、作っている高気圧、低気圧がどんなものか、それから、ストーントラックがどういうふうに分布しているか、それからどういうふうに、ストーントラックが極材化しているのかということについて、簡単にその背景を紹介してみたということであります。